はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。今日もちょっとお話をしていこうと思います。湯たんぽの季節はもう、まあ終わっちゃったんですけど、まあ、冬の間、11月からまあ2月、3月ぐらいまで湯たんぽって使っていましたか？まあね、すごい寒い時は、私はね、使ってなかったですね。100均のでも、まあ、ちょっとやってみよう、みたいなっていうのはありましたけども、やっぱりなんか、まあ、めんどくささって言ったらね、怒られるけど、そういうのもあって、なかなか、できない。そういうのがあってまあお湯を入れる方の湯たんぽはないですね。ただ旦那さんがね、レンジでチンするやつを、まあ、使って、まあ、寝ていました。私はそれを使って旦那がね、まあ、お仕事に してる間にそれを使って寝てしまっていたこともありました。でもまあまあ、安心しますよね。そういう足元にさ、あったかいのがね、あれば、すごく安心するし。いくら、こう、ね、靴下履いたりだとか、あったかい、モフモフのしたやつを履いたとしても、やっぱり足先が冷たかった。たりとか足首もね本当に冷たくなるので湯たんぽって大切だなとは思っていました。まあ来年っていうか、まあ今年のね秋口ぐらいからもう冬物っていうのは出ると思うので、っていうかまあね、ネット通販で買えよって感じなんだけど、まあその秋口ぐらいにまた100均とかそういうところに行ってちょっとね、湯たんぽの方お湯をね入れるようやつをちょっと使ってみようかなとは思っています。で、実家にいるときはね、そういうの使わなかったです。どっちかっていうと、エアコンの方を使ってしまっていまして、まあ寝るときはそれをまあタイマーとかで使ってやっていました。母親の方はね、湯たんぽを使っていた記憶がありますけど、今はどうかね、わかんないんですけど、どうなんでしょうかね。今も使ってるんでしょうかね。昔ながらなのか、100均とかで売ってるようなね、やつにしてるのか、ちょっとわかんないんですけど、気になるかな。まあ、本当なら100均のじゃなくて、まあ、ちゃんとしたっていうか、雑貨屋さんに売っている1000円とかね、2000円ぐらいのを買ってやった方がいいのだろうけど、やはり、物は試しということで、100均のとかね、300円のやつでやってみようかなと思っております。皆さんどうでしょうかね。湯たんぽ使って、お湯を使った方の湯たんぽって実際どうですか？まあ寝る時間によって湯たんぽを入れる時間によって多分違うと思うんですけど、ちょうど起きたぐらいの時って多分皆さん5時6時ぐらいだと思うんですけど、お仕事行く時だったりとか、あとね、主婦の方なんかはお弁当を作ったり朝食を作ったりっていうことでちょっと早めにね起きてる時があると思うんですけど、
そういう時に顔をね洗う時、その湯たんぽのお湯ってまあ熱すぎず寒すぎずっていうような温度らしいんですよ。うん、本当に20度ぐらい、22、3度ぐらいのお湯でちょうどよくこうね顔を洗うのに顔をね洗うのにちょうどいい温度で、うん、使いやすいっていうのをどっかでね聞いたことはありますね。まあ、もちろんねそれがほんあの全部が全部そうではないだろうし、うん、っていう感じなんですけど、皆さんどうでしょうか。もしねよろしければ、うん、それ当たってるよとか、それ間違ってるねっていうのがあったら教えていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。